だったケビン・バーダインがランボルギーに向けに開発したコンセプトカーである。1987年のフランクフルトモーターショーで披露されたこの車は全長4メートル近くの完全に機能する4ドア、4座のスポーツセダンであった。ケビン・バーダインは1986年にクライスラー向けにナバホと呼ばれるコンセプトカーをデザインしたが、これは クレーモデルの域を出ることはなかった。1987年にクライスラーがランボルギーニを傘下に収めると、このデザイン案は復活し、細部にいくらか手が入れられて、ポルトフィーノとなった。ポルトフィーノはイタリアトリノのコッチョラにより製作されたが、延長したランボルギーニチャルパのシャーシを元にしたことで、ミッドシップエンジンの後輪駆動車という形式となった。 搭載された3.5リットル V 型8気筒エンジンと5速、マニュアルトランスミッションも、チャルパのものであった。このエンジンは 7000rpm で 64.6bhp リットルの出力を発生した。ポルトフィーノの最も興味深い特徴はカウンタックに、似た髪型へ跳ね上がるシザーアッツドア形式の全部ドアで、後部ドアは、スーサイドドアのような後ろヒンジで髪型へ持ち上がって、 開いた。ボンネット上に貼られたロゴは、クライスラーのご両性の中に、ランボルギーニのお牛が描かれていた。ポルトフィーノがたった一台のみのコンセプトカーであり、クライスラーによるランボルギーニの所有が長続き、しなかった一方でこのコンセプトカーのデザインは続く20年で、クライスラー社のデザインに取り入れられて、影響を与えた。幅広く低い姿勢と大きく開けた内装は、 LH ボディ社の証となり、これらのキャブフォワード様式は標準となった。三角形のヘッドライトと二畳のくぼみの入った後部方向指示灯は、そのまま初代のダッチイントレピットに反映され、同社の一貫したデザイン上の特徴であり続けた。ポルトフィーノの試作車は、シャーシ番号 l c 0 0 0 1のただ一台のみが製作された。 1991年にこの車は輸送中の事故によりひどく破損したが、クライスラーはこれを30万ドルの費用をかけてコスタメサのメタルクラフターズで復元し、現在はオーバーアンヒルズのクライスラー本社に展示されている。ポルトフィーノはキャブフォワード様式のスタイリングを持つ初期の作品として知られており、このデザインの多くの要素がクライスラーコンコード、ダッチイントレピット、 イーグルビジョンといった初期のクライスラー LH プラットフォーム社に取り入れられた。ありがとうございます。